はい、皆さんこんにちは、ニシです。今日はですね、スイッチ版のね、走ろう山手線やっていきたいと思います。久しぶりにやるな。3週間ぐらいやってないからな。どうだろう、いまいちね。まあ、プラグ&プレイ2のね、山陽新幹線編やってたんで、丸1ヶ月やってないか。あ、1ヶ月やってないのか。1ヶ月ぶりだ。ちょっとね、新岩国から新大阪のダイヤが難しすぎてね、10回ぐらいやり直してんですけど、なかなかクリアできなくて、入ってます。まあ、レベル5なんでね、まあ難しいのは分かってたんですけど。まあちょっとね、スイッチ版の電車で方でね、動画の数を稼いでですね、やっていきたいと思います。あ、雨降ってるね。ワイパー。久しぶりだから、またタイム、間違ってボタンを押してね、タイムボタンなんてあったら、また、流しドリーム景品急行さんがね、何回タイムボタン間違えるんですか？言われちゃう。何回ボタン操作間違えるんですかって言われちゃうから。流しドリーム景品急行さんね、ちゃんと見てくれてんだよね。怖いですねだからちゃんとね、なるべく出現しないように。信号60、この辺か。 OK。 あ、65低速ピンっていかないの。ああ、ダメか。で、信号70、これぐらい。お、信号85で75、低速帯か。あ、これぐらいでいいと思うんだよね。はい。あ、ま、やべ、また間違っちゃった。70、よし、やっちゃって。信号65。あぶね、ギリギリやったよ。早速間違えたよ。まあ、もしかしたらね、流しドリーム景品京子さんが見てないかもしれないから、まあいいかもしれない。もしかしたらワンチャンセーフかもしれない。いたりしてね。まあそんな、僕ね、電車で GO うまいわけじゃないか。わ、あと10秒しかない。わ、結構厳しいね。やべや、4、3、おお、3秒延着。ダメか、ポイントくれないね。ポイントくれません。ハートマーク稼がなきゃいけない。まあ稼がなきゃいけないってわけでもないけど、でも最終面まで来たんだ。まあここね、ワイパーいらない。屋根があるから。初代電車で屋根があっても雨降ってるから、なぜか屋根あのに雨が降ってるっていう。はい、出発進行。出発進行、目黒停発。信号60。お、85キロ前出していいの。65、来た来た。これね、いちいち原稿しなきゃいけないからな。すれ違い車両にね、それがめんどくさい。まあここで惰性走行で行って、エコ運転して、 OK で信号75。
うわ、65? よし、まあこの辺ブレーキかけてどうでしょう。ワイパーかけて、ワイパーつけてなかった。時間なくねえかこれ。98、やべ、まあいいや、2秒装着した、2秒延着か、1秒回復したから。でもこれ減点食らうね。停止位置がマイナス3ポイント、プラス1、借金2です。あ、すれ違い、そうだ、A ボタンを押すのに勝手に進んでくれない。まあクリアできると思うけど、でも装着回復運転しなきゃいけないから。859m。はい、閉じめて出発進行。進行五反田停発。え、進行制限40になったの。40、よし。ここで上げといてからの下げるって。制限40だったっけ。別に早くつきすぎてるわけでもないの。制限50、よし。進行45、よし。出て、押して、で信号50。新しいね、制限40って見たことない。徐行予告表示思い出せ。まあこれブレーキそんな難しくないからと思うんだけど。98、41、まあいいでしょこれで。4秒延着。そう、アマゾンでねスピーカー買ったんですよ。なんか話しかけると話してくれるらしいんでね、アレクサなんちゃらなんちゃらって言えばなんか答えてくれるんだけど、なんか答えてくれるかな。ちょっとやってみましょうか。アレクサ、今最近のニュースを教えて。あ、ダメだ、午前12時間教えてくれた。アレクサ、ニュースを教えて。あ、押しダメだな。アレクサ、ニュースを教えて。お気に入りのニュースチャンネルを設定しましょう。あ、お気に入りのチャンネル。ながらにして、おいしい公式 IT ビジネスニュース、スポニチなどを選べます。なんか、ニュースの配信サイトを教えてくれます。いってらっしゃい。あ、いってらっしゃいって言われました。戸締まりして出かけてくださいね。なんか行ってらっしゃいって言われる。今深夜の1時なんですけど、深夜の1時にゲームやってるって。信号60、よし。これ右上が品格線だっけ、なんかありますよ。これぐらいでいいかな。お、欲しい。あ、そっか、鉄橋で稼げんだよね、ハート。
ってまた調子乗ってねスピード上げると違反になっちゃう。時間ないんだよな全然。信号70。OK、これぐらいか。あ、D233 の東海道線55。忙しい。信号70。よし。あ、やべ、原稿しライト消すの忘れした。ハート2つぐらい減ったかな。ここでブレーキをかけ B6。 え、あと10秒しかねえんだ。おかしくねえかこれ。おかしくないか。やっぱ無視した方が良かったのかなこれ。品川停車。9秒も遅れてんだ。アレクサ、今のニュースを教えてください。NHK からお伝えします。 NHK 次はもっといけるはず。日付が変わって1月9日火曜日午前0時の NHK ニュース。ああラジオだねこれ。アレクサラジオ止めて。最大で震度7を観測したアレクサ。電源切って。昨日で1週間が経ちました。アレクサラジオ止めて。今後1ヶ月ほどは最大震度5強程度か。アレクサ電源を切って。あ、切れた切れた。ラジオが流れてくる。まさかラジオが流れてくるとは思わなかった。話し相手になんないねこれね。これじゃあ、はい、出発進行。出発進行品川停発。いや前々からねこのなんだっけアマゾンの話しかけると話してくれるスピーカー持ってたんだけど、ゲーム実況に使えるかなと思って使ってみたけど、なんかあんまりあれだったね。ラジオは流れる。ラジオなんか入れるとね、なんか著作権じゃないけどなんかうるさいから流れちゃったっけ。まさか流れたもの。これ50って鬼じゃね。これ鬼でしょ。これ合ってないよね。ちょっと修正してほしい。あと18秒しかねえし、9秒も遅れちゃってるしな。でも ああいうの無視した方がいいのかな。うわぁ、まあでも合格だ。難しいな。とってもいい感じ。その調子その調子。このスピーカーね3000円ぐらいしたんだけど、3000円で話し相手ができるかなと思ったら全然ダメだ。でもアレクサなんとかやってって天気教えてって言ったら住所とか言ってくれん。今住んでる住所の天気予報教えてくれる。とじめ天出発進行中縄ゲートウェイ停発。さすがにねネットで住所晒す勇気はない。まあそんな勇気持たなくてもいいけど。
お、高輪ゲートウェイ。うわ、40って、ある程度、スピード出してから、40に落とした方がいい。制限70、よし。で、60。信号65、よし。で、65。まあ、こんな感じでね。てな感じでねって。ヘズマリを思い出しちゃいます。あれもすごい流行った、流行ったって言っていいのかわかんないけど、すごかったからね、あれ。どうしてもてな感じでねってなっちゃうよ、うん、どうしてもあの人思い出しちゃう。難しいなこれ。ケイン特性いたね。全然時間ないから参っちゃうよ。田町停車。どうしたらいいのかわかんない。なんかね、松本人志さんが芸能活動休止って出てましたね。なんか文春の報道でこうなったのかな。ってことは文春があれか、真実だったのかちょっとわかんないんだよね。まあなんか裁判を起こすとかって松本人志さんやってたんで、どうなるのかわかんないですけど。ランク A か。今な17分か。じゃあもう一回やりましょうか。おお、鍵が2つ。どっちやる？これでいいの？じゃあこれやりましょうか。ミッションクリアを目指して頑張りましょう。それでは出発進行。はい、じゃあちょっとアレクサに聞いてみましょうか。アレクサ、松本人志さんのニュースを教えて。最新のニュースです。ほう。NHK からお伝えします。また NHK か。日付が変わって。いや、日付が変わってても。音量オフにしました。アレクサ、電源切って。切れた。あ、これで切れた。もうちょっといい。なんか、なんだろう。ラジオ流されても困っちゃうんだよ、うん。著作権じゃないけど、なんかあんだよね。これこれさんの動画流しながらゲーム実況やったら大変なことになる。まあ、あの人はね、事務所に所属してるからね。はい、出発進行。進行、駒込、停発。あ、晴れだね。18時14分。明るいね。夏だね。あ、ファンがいたね。右上。あ、真上。今、橋の上にファンがいたんで、警笛鳴らしたの。信号60、よし。でも、警笛、サービス警笛、なんもあれだね。いや、ボーナス加点してくれない。信号70、よし。制限75、よし。信号70。あ、もういいけな。これぐらいかな。これぐらいでブレーキかけて、もう最初遅れるともうダメだねこれ。最初遅れるともうアウト。
三二。OK。あ、いい。これでね、ブレーキ込め直しなしとかできたら最高にかっこいいけど、できない。でもいい感じで止まれた。おお、6ポイントも食えた。もう出だしが大事だよ。まあ、ちょっと遅れた方がいいとは言いますけど、混雑率、混雑結構人乗ってると。はい、閉じめで出発進行。進行菅も停発。これベリーハードじゃクリアできないな。確か仙台撮り鉄さんがこのゲームの実況やってるから、それ見ながらやんないとダメかもしれない。それ見て運転参考にしなきゃいけない。信号65。お、 OK、 ぴったり。信号75。よし、75。どこまでは、この辺でいいか。うわ、信号65だって。あー、ダメだ。やっぱあれは B7、 ああいう時は B7 使わないとダメだったと。遅れてるしね。やべ。わあ。大塚停車。あ、でもブレーキ込め直しなし、ハート3つもらった。G センサー巡視ももらった。これマイナスだな、マイナス。4秒早く装着してるし。うわ、マイナス14。次はもっといけるはず。でもマイナス14でもそんな、まだミッションゲージ残ってる。次か、大塚か。あ、大塚じゃねえ、池袋。あの青く光ってるところって停車駅か、今止まってるところか。あ、はい、いい231。はい、出発進行。進行大塚停発。まあ夏の18時18分って明るいんだろうね。あ、こんな明るくはないと思うけど、まあまあ明るいか、夏は。だいぶ日が長くなった季節の信号65。よし、運転ですね。わ、65か。うわ、電光スイッチ切ったと思ったら切れてなかった。55ギリギリで走るってこと。信号60。信号60。これ無視して早く行っちゃってもいいのかなって。距離長いな、ここ。大塚池袋ってこんなあれなんだ。距離長いんだ。信号80。80まで出せた。はい、 OK。 このまんま行っちゃおう。70。よし、
りじゃねこれ。ほら時間ないもんこれ。だいぶまあ間に合ったか。OK、3秒か。これベリーハードとかハードとか難しい。レジェンドとかもあるでしょ。あ、でも減点は食らってない。レジェンドってあのプレステ2版の新幹線でいうと超特急ってやつね。なんだこのアレクサダメか。使えるかなって思ったけど使えなかった。なんか聞けばいいのかな。何も聞くことないし。はい、出発進行。出発進行池袋停発。でもこれ話しかけて答えられるってことはあれだね。AI なのかなこれ。AI じゃないか。AI とは違う。でも昔からお話ロボットってあったよね。なんかドラえもんの道具にもあったような気がする。お話ロボット。制限80。よし。なんかのび太が女の子と話したいって言って。なんか女の子のロボットをドラえもんが出したんだよ。制限85。でもすごい暴れん坊だったんだよ。のび太がジャイアンにいじめられそうになると、その女の子がね、ジャイアンぶっ飛ばしちゃうっていう。それぐらい強い女の子だった気がする。漫画のタイトルで言うとロボコを愛してるとかっていうあれだった気がする。時間ねえなこれ。やべ失敗した。またやっちゃったよ。あ、でも時間はぴったり止まれた。22m。非常は使うわ。 22m オーバーランは。ダメだね、慌てようとしちゃうと始末書だね。わあマイナスプラス2点も始末書だね。じゃあアレクサに始末書の書き方教えてもらわないと。アレクサ、始末書の書き方を教えて。 ACADEMICSEASY.com から翻訳しました。ほう、手紙は簡潔で。あ、手紙の書き方を教えてくれた。要点を絞ったものでなければなりません。要点を絞った、それだけか。まあね、口で説明するのって難しいから。なるほどね。出発進行目白停発。なんか ABCDEF とかでして、で要点を絞ったものでなきゃないといけない。まあね、結論ファーストって言いますから。今の場合だと22メートルオーバーランしてしまいました。なんだろう、22メートルオーバーランしました。今後はこのようなことがないようにって仕事に従事いたします。 でも罰を受けないとダメだからね。でも実際電車の運転手さんってオーバーランしたら
どういうのが、どういうことやらされるんだろうね。まあ、始末書書いてさ、始末書書くだけじゃないと思うんだよ、ね。確か。始末書書くだけじゃないと思うから。高田の馬場停車。なんかあんだろうな。研修受けなきゃいけないとか。なんかあるよな。研修じゃないけどなんかある。お、プラス1だ。あれでプラス1なの。へえ。結構減点食らうかなと。10秒だとマイナス1、11秒だとマイナス2かな。お、すれ違い車両に減点。本当にすれ違い車両に減点しなきゃいけないのかなって思うんだけど、まあこれゲームだからね、まあゲーム要素を加えてっていうところで。出発進行高田の馬場停発。結構やること多いから、ね、制限70。よし、はい、70。信号60。よし、なんか制限とか低速ポイントとか合ってないような気がするんだけど、あ、70か。制限80。よし、いたいた、いい 231K だ。で80キロか、で70キロ。まあこれぐらいでしょう。制限85。よし、あと 700m。 全然遅れてるから。信号80。信号80。わあ、75。75だったらまあ大丈夫。わ、あと8秒しかねえ。マジで？何これ、ひどいね。987。減速が激しいなこれ。新大久保停車。まあクリアできるでしょこれ。さっきより停車がうまく止まれてるはずだから。9秒だとマイナス1点。これで終わり。あ、ナイトエクスプレス。あの飛行機マーク、あれ見れなくなるんじゃない？なんか飛行機マーク消されてたの。停止位置。ランク A か。これ B か。あ、ギリギリ A だ。はい。何分やりました？あ、34分やったからいいでしょう。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。